かば島は、九州西部の長崎半島の南、天草灘城に位置する島である。前頭が、長崎県長崎市に属する。かば島の空中写真国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成長崎半島とは、途中無人島の中島を経由して佳境された、かば島大橋を経て、中島からは、防波堤道路と大量橋でつながっている。 島は周囲7 5トルで全体的に山勝ちであり、民家は中島を挟み、長崎半島に相対する北部の川島漁港周辺に集中している。島内には各所に湧水が多く、船舶に水を補給するための井戸が随所に掘られ、水が豊かであることから川場島、川島と添加したとされる。その井戸に大うなぎが生息しており、日本における 南洋産大ウうギなぎの生息北限地として国の天然記念物に指定されている。1889年4月1日の町村生、四光寺は島全域で西そのぎ川島村を成していた。1955年2月11日に昭和の大合併で野茂崎町となり、2005年1月4日に野茂崎町が長崎市に編入されたことで、 長崎市の一部となった。町名は長崎市への編入合併時に旧市内中心部にある川島町と重複するため旧町名を冠した野野崎川島町となった。島での主な産業は水産業であり、中でもカラスミの産地として知られている。ありがとうございます。